れが水の浄化作用を増幅させている装置だ。消えてしまうものかと思ったが、ハールブダンの魂がこれほどまでに強靭だったとはな。邪魔者め、去れ。ふん、どこを見ている。俺を仕留める絶好の機会だ。そうだろう。タイムスリーブ。奴を倒して装置を止めるぞ。アビスより力の強行為だ。邪魔。ヘッ、満血を下す。どうぞ受け取りください。アビスの光よ、裁きを受けよ。そこ、攻撃の進化を遂げよ。よいしょ。判決を下すの境地。神聖なる恩恵。高評価。進化を遂げよ。真理は永久に。どうしよう。あのアビスの司祭を倒しても装置が止まらないぞ。ハールブダン。装置が動作している限り、呪われた俺たちは本来の力を発揮できない。今この場でアビスに対抗できるのは貴様だけだ。あいつの献身を無駄にしないためにも、ここで時間を使うのは得策じゃない。天意の扉と周りの光は見たか。奴はおそらくエネルギー装置を他のところに分散しておいている。そこへ行き、装置を確認するんだ。急ぐぞ。あのアビスが設置した天意の扉を通るのか。おい、待てって。
裁きを受けよ。どうぞお受け取りください。無我の境地裁きの雷ち。ここより弱滅の時、逃げ道はありません。無我の境地。裁きの雷ち。荷物です。裁きを受けよ。見切りました。愚か。これで装置は完全に止まったよな。はあ、焼けつくような痛みもなくなった。オイラたち、アビスの計画を阻止できたってことか。はあ、確認させてくれ。ダインのやつ、かなり落ち込んでるんじゃないか。昔の戦友とこんな形で再会するなんて。行こう。ご、お、光。申し訳ございません。末光の剣ダインスレイブ様、あの時俺は民を守ることができませんでした。いや、この500年貴様は自分の責務を果たしてくれた。今でも貴様たちは俺の誇りだ。ファーンルイヤは滅亡していないんですよね。だってこうしてあなた様が立っているんですから。だから復興の必要もない。さっきのってハール武団
ンの魂か？ここには奇妙な力がいくつも集まっている。魂を目にしてもおかしくはないだろう。だがこれ以上深いところを探索するつもりなら注意する必要がある。ああ、気をつけるよ。ところで、ラインは一緒に来ないのか？さっきの装置で少なからずダメージを受けた。体が癒えるまでしばらく時間がかかる。そうだったのかって、そんなのとっくに気づいてたぞ。ずっと痩せ我慢してたんだろ。ラインにも休みが必要だと思うぞ。例えば休暇を取るとか。休暇？俺に似つかわしくない言葉だな。俺にはまだなさなければならないことがある。今この時も運命の食器の計画は進んでいるのだからな。ここの増幅装置もあの計画と何か関係があると疑った方がいい。気遣い感謝する、雇用主。次に会うとき、貴様が向こう側になっていないことを祈ろう。まったく、最後にあんなこと言うなんて、根に持つにも程があるぞ。お前のお兄さんには会えなかったけど、手がかりはいっぱい手に入ったな。旅を続けてれば、いつか会える日が来るさ。そしたら、ちゃんと仲直りするんだぞ。な、忘れるところだった。オイラたち、ヒルチャールの変わった行動を調べにここへ来たんだったよな。ひとまず、コーフさんに報告はできるけど、どこから話せばいいんだ？ここの出来事って、事情を知らない人からすると複雑すぎるし。とりあえず、依頼のことは忘れないようにしとこう。